はい、皆さんこんにちは、のっつおでございます。ということで今回もですね、というかまあ久しぶりにサードの方やっていこうと思います。サードね、まあ、ほとんどクエスト自体は終わっていて、まああと1体倒してない、あれだ、古竜がいるんですけども、まあ、それの解放にはまだ至ってないと。で、もう少しで、そいつとバトルできるようになると思うんですけども、その前にね、まあ、面白いクエストが、イベントクエストにあるらしいので、そちらをね、こなしていこうかなと思います。まあ、2つほどあるんですけども、今回は1つ目ですね。片方の方やっていこうと思います。このイベントクエストを開いて、ですね、上位の、クエストにですね、なんと面白いのがあるらしい。ここにね、これ幻の裏眼金ということで、資料クエスト、裏眼金1等の資料、これがなんとね面白いらしい。まあ俺も記憶にあるのはあるんだよね。わがままな第三王女、知っておるか、火山の一角でものすごく小さくて可愛い爆髄竜が目撃されたのじゃ。わらはもう見たくてたまらぬぞ。今すぐ行って勝ってまいれ。ということで、まあ、かわいいかわいいっていう話ですね。はい。どういう生態系でこれが生まれたのか、あれかな、裏眼金の子供なのかな、まあ、そういうのを確かめたいと思うので、行きたいなと思います。じゃあ、幻の裏眼金やっていきたいと思います。行きましょう。わあ、いた、ちっせ。いやもう腐っても裏眼金だよね。で、俺、温泉入るの忘れた。うわ、ペイントボールが若干、あ、方向も短い。うわうわ、遅い。あ、切れる。こいつさ、まあ、裏眼金か。攻撃範囲は狭くなってるとはいえ、裏眼金か。ちょ、怖い。かわいい。これマジ乗りたいね。地震の範囲は？うわ、広い。お前、自分のサイズより、耐震っていうか、地震のあの、あれだね、起こす、あれが多いね。ちょ、待て。やべ。知らんまい体力が。これ、あれだな。穴取ってかかると死ぬね。あー、眠りかな、これ。ははははは、かわいい。まあ、でも、赤ちゃん、最初がこんなんじゃないよね。まあ、ゴツゴツして岩みたいな感じだけどさ、この毛とか生えてるさ、なんか鳥系だったら、あれじゃん、これ地震来るよね。 OK、 なんかこうまだ毛生える、羽毛が生える前にこうなんか皮膚が見えてって感じだけど、裏眼筋ってどうなんだろう、子供の頃って最初からこんなゴツゴツするのかな。お母さんこういうゴツゴツしたのを産むのかな。卵じゃないだろうし、痛いよね多分ね、あんなゴツゴツしたの。まあでもあれなんだろう、生態なんだけど、あれなんだよね、大きくなれなかった個体なんだろう。待て、早い、ちょ、何これ、なんかいつもより早いような気がする。うわっ、怖っ、横切ってたな。5倍速ぐらいはいなかった、通常種も、速いは速いんだけど。あ、ちなみに、これね、あれだ、最後の交流戦に備えて、暴挙を一新しましたね。前、あれです。ビオレウスの装備だったんだけど、そいつのお兄ちゃんの希少種のね、防具に変えました。ほとんど変わんないんだけど、ていうか、こいつ怒んないな。怒った？叫んだ？空振った。結構地震多いな。うわ、地震の範囲広っ。お前の顎どうなってんだよ、マジで。じゃあ、うんこ出してほしいな、うんこ。これ、ほら、めっちゃ、でかくない？てか、範囲広くね？通常種よりも、範囲広いような気がするわ。地震。基本、あんだけ後ろ下がってたらさ、あ、うんこは普通の大きさか？ははは。ケツ痛えよな、それな。お前。さすがにケツ痛くないか、それ。さあ、地震かましてくる。ほら、これだけ後ろぐらい下がってると、裏眼鏡。だって地震、効かないんだけどね。なんか、切ってもなんか気持ちよくねえな、こいつ。裏眼鏡、このケツの部分がすごい、切り心地いいんだけど、その下の部分が切れないからさ、なんか、かすって感じ。なんか、こう、切ってる感じがないというか、
かわいいけどな、幻の裏側に。え、また地震すんの？まあいいやろ。あの、大技見られるよ。伝説の。こっちと後ろと、ここから現れるからね。裏側に来て。あ、来た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 。いやー、この速さは、マジで、終えてないもんな、俺。怖い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 。小さい方が有利かもしれない、こいつ。逃げ足早いかも。転がったらもう逃げれるもんね。すごい耐久あるよね、感じる。小さいなりに。あれ、でも、おっせ。これ移動しようとしてるんだろうけど、おっそ。ちなみにこの裏眼筋は捕獲しようかなと思います。まあ、小さい。裏監禁だからさ、第三王女も捕獲してほしいでしょ。その間に俺がボコる。なんでその移動する時の転がるは遅いの、そんなに。謎だな。まあ腐っても裏監禁ということで、体力的には普通の通常種と変わんねえんだろう。で、え、その動きにあれなんだね、当たり判定というか攻撃判定あるの。え、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの。遅いけどどこ行くの。地震は大したもんだよ、ほんと。いやーでも可愛いね、ほんと。尻尾切れんのかな、そういえば。切ってる感じしないけど、尻尾。それだけ確認しようか。じゃ、何してんのこいつ。すごい移動速度が遅い。ちょっと待て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 。尻尾念入りに俺ねやってるけど、切れてんのかな。全然そんな、じゃあもう何してんだろう。全然当たらん。普通なら当たってるけど、普通なら当たってるけど。よし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 、切ってるよ切ってるよ。おお、かわいいね。お、尻尾に当たり判定あったな。オッケーオッケーオッケー。気持ちいいね、この体格差。この装飾の外役の外役装飾と体格差似てる。でも顎の力はマジで大人、成人式です。こいつ成人してるわ。あ、オートガードが発動したか。一応回復しておこうか。その攻撃多いな。通常種よりもほらほら連続でバグったように。え、当たり判定バグってない。あいつの顎の前にいると当たるな。で、うんこは1個と。さすがに。2個も出せないか。自分のケツの穴よりも、でかいだろうからね。あれ。出せないか、さすがに。消えろ。尻尾。誇りましたよ、と。ははは。見たことあるけど、実際に戦ったことなかったから、いいね、これ。こんな感じか。逆に、なんかもう一つのクエストはでかいんだよね。これめちゃ極小だけど。極小だけど、次行こうとしてるやつは、でかい。尻尾切れるかちょっと試したいんだよね。だから俺念入りに尻尾狙ってるんだけど、どうなんでしょう。ここまで届くんだからな、えぐいって。尻尾切れないかな。あ、移動しようとしてる。移動しようとしてるけど遅すぎて。何回も当たるよって。何回も当たるよって。これ。いじめだろ、もう完全に。マグマ入れんの？マグマ入れんの？マグマ入れんの？尻尾。尻尾。尻尾、尻尾。これでいくか。おー、切れた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 、尻尾切れたね。切れたよ、これ吐き取り回数何回だろう。え、尻尾、あ、一回か。かわいい。尻尾切れた、や、あの裏眼筋を第三王者に届けんのもちょっとあれだな。そろそろ死んでくれていいぞ。もうお前の出番は終わった。お前の出番はもう終わりました。でも顎は硬いわ、さすが。
顎の民。腹減ることってあんのかなこいつ。あー死ぬ。あああああ、なんか医療時のクルクルはあれだけど、あれだね、あのクルクルでも、あ腹減ってる。こいつ3倍いくんだよね。俺初めて知ったんだよね。3倍いくらしいよ。食べるとき3倍ねこいつ。痛い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 。こいつ3倍いくんだろうね。この火山帯をぐるぐる回るんじゃなくてちゃんと3番も行くっていう、飯食いに行くっていう。裏やっててビビったもん、ね、初めて見たし。腹減る前に怒るからさ、じゃあ食いに行く前に怒るからさこいつ。だからあんまり食う瞬間って、え、はい、早いし、早い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 けど、あの倒れてんの聞きたいな。起き上がんのも遅えな。どうしたどうした、何があった。顎に一発。はい、お前鱗取るよ。お前あんま甘く見たらお前こいつにほくられんぞ。小さいからってお前裏眼筋なんだからよ。これぐらいのサイズの裏眼筋だとやりやすくていいな。耐久が正直ランチだと思うけどね。おーら眠り、いや大丈夫、腹減ってるから効かないよっと。そろそろ腹減りなくなるんちゃうかい。でこの一撃で気うせろー。いやいや、でもめっちゃ切ってるけどな。いって顎の民、顎の民、え、移動すんの、移動する、やめとけやめとけ、移動すんのやめとけ。はい、ちょちょちょ、痛い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 。顎の民、顎の民、顎の民、地味にフレーム回避したね俺。あ、引きずって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 る、引きずって引きずってる。こいつ捕獲して第三王女に届けるわ。引きずってるけど遅い。俺下手したらこの間に仕掛けられるんちゃうか。いや、もう先に行って仕掛けるか。来た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 。あ、引っかかった引っかかった引っかかった。当てる？よっしゃー、捕まえたよ。うわ、かわいい。これはかわいいな。確かにペットにしたくなるね。しつけてさ、ペットにしようかな。第三王女に届けんのもったいないよな。なあ、尻尾も切れてるけど、まあ再生するだよ。あの拾ってきてさ、接着剤か、まあ、ボンドでくっつけよう後で。おいー、ということ、捕獲の瞬間を捉えてるって感じかな。まあなんか割といいな。フルビタとか、まあそれなんか顎が2つある、そんなことないだろう。あのチビから顎2つって、とってもあれだろうな、武器に使えないだろうな、防具とか使えないだろうな。最初418って5分の1だ、通常種から。すんげえちっこいな。はい、ということで終わりましたと。こういうなんかね、一部分調整ミスりましたよっていうか、まあ意図してやってると思うけど、こうやって小さかったり大きかったりとかさ、なんか いつも見られてるモンスターがこういう感じになってんのっておもろいよね。今現在のなんかね、イベントクエストってそういうなんか極小とか巨大とかなんかそんな特にないじゃん。多分。知らんけど、ね。こういうなんか遊び心あって面白いな。しかもちっちゃいからって弱いわけじゃなくて、普通に通常の裏眼筋だと思うしね、あれ。いや、本当に、でも小さいからやりやすいね。裏眼筋はもうあれぐらいでいいわ。でかいとやりにくいし、本当に。爆炎だったりね。だったらあれだね、アッシュも見てみたいよね、アッシュ。裏眼筋、幻の裏眼筋、アッシュも見てみたいよね。あら、いつも草がら捨ててくるから、俺、その恨みを晴らしてよ、チビ。はい、ということで今回ここまでしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。あ、そうでしょ。